東京海上日動マイプレイリスト、そばにある音楽。こんにちは、サバンナの高橋茂雄です。東京海上日動マイプレイリスト、そばにある音楽、6月のテーマ、雨の日に聴きたくなる曲プレイリストからお届けしましょう。久保田利伸でラブレイン、恋の雨です。止まらない雨が、恋が降らせた雨が、二人を昨日へ返さない。お送りしているのは静岡県のラジオネームラブリンチョさんからの雨の日に聴きたくなる曲プレイリストから、久保田利伸でラブレイン、恋の雨です。雨が降ると聴きたくなる曲はたくさんありますが、特にこの4曲が聴きたくなります。しっとりした曲から雨でも気分が上がる曲と、その日の気分に合わせて聴き分けています。ということで他に秦基博、レイン、宇多田ヒカル、真夏の通り雨、今井美樹、雨にキスの花束を送ってくださいました。東京海上日動マイプレイリスト、そばにある音楽。こんにちは、サバンナ高橋です。雨は、なんやろね、もう最近思うのはタクシーがとにかく捕まらないイメージありますよね。今アプリが便利になって、アプリでタクシーを呼ぶ時代になって、まあ僕特に毎日タクシーで行ってるんで、で普通に空車のタクシーも東京ってほんまに止めにくくなったじゃないですか。それが雨の日になったら特に止めにくいんですよね。そんな歌どっかのミュージシャン作ってくれるかな。やってくれるとしたらヤバい T シャツ屋さんぐらいかもしれないですけど、あなたのプレイリストへリクエストメッセージをお送りいただいて、番組内で紹介させていただいた方全員に番組特製ステンレスタンブラーをプレゼントしますので、ホームページからの投稿をよろしくお願いします。さらにリスナーから届いた楽曲を含めたオリジナルのプレイリストを Spotify で作成します。あなたの選んだ楽曲も番組のプレイリストに追加させてください。お知らせの後、先週に続いてスーパービーバーから渋谷龍太さんをお迎えします。東京海上日動マイプレイリスト、そばにある音楽、東京海上日動がお送りします。東京海上日動、みんなは飲んだりするので、僕以外の3人は出番終わったらその楽しんだりしてる、割とリラックスしてる感じはしますね。はい、さあそんなね、渋谷くん全国5カ所回る台湾ツアー、都会のラクダスペシャル差し飲み5番勝負、はい、ラクダグビグビっていうのが決まった、はい、ということなんですけど、決まりましたね、はい、これも仲良くしませんよ。え、仲良くしませんよ。これですか。そうですね、差し飲みっていうけど、これは怠慢なんですね。そうですね、なのでその見に来てくださる方も、もしかしたらコラボあるかもとか思わないでほしい。ありません。ないです。しません。お互いのライブで戦います。ありません。しません。はい、僕らの主催はないと思います。
メンバーもね、はい、宮城マカロニ鉛筆、はい、愛知サウシードッグ、はい、香川ディッシュ、はい、大阪はるか未来、うん、福岡マイヘアイズバットとこう、はい、いろんな方面というか、うんうん、これどうやって決めるというか、僕らがやってる現場至上主義っていう対バンイベントがあって、でそれをよくあの主催をしてるんですけど、うん、その時呼ばせていただくバンドが大体あの先輩ばっかりなんですよ、はい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 、で結構ゴリゴリの先輩たちが多くって、うん、あの自分たちより世代が下の人と絡む機会ってあんまないよねっていうところからちょっとやろうよ、下の世代と一回やってみようよと、はい、今の年になってもう36になったんですけども、あの結構やっぱ後輩から学ぶこと増えてきて、今なので先輩たちにばっかり目向けてないで、なるほど、後輩に目向けようって言ってで決めました。だから多分新しい試みで、はい、そのスーパービーバーと後輩っていうのと、うん、しかも、うん、もうコラボはやらないってはっきり言うぐらいお互い勝負だっていう、はい、とこなんで、うん、このツアーはだからすごい新しい化学反応というか、うん、見れるよね、起きたらいいなと思ってます。面白そうですね、はい、楽しみにしてます。さあそれではここでスーパービーバーの楽曲お届けしたいと思います。曲紹介お願いしていいでしょうか。はい、こちらの楽曲は東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦の主題歌になってます。スーパービーバーで。今聞きたいプレイリストどうぞ。この頃大学生になった娘が変だ。ちょいちょい帰りが遅い。ちょいちょい料理の練習なんかをしている。ちょいちょい父泣かせなファッションで。てかちょい綺麗になった？ちょいパパ、免許取ったから車貸してよ。え？スマホからちょいと申し込める1日単位の自動車保険、ちょい乗り保険。ちょい大人への一歩に。父さんはちょい寂しい。詳しくは東京海上日動の代理店まで。東京海上日動。坂田の種の情報は入手したか？どうやら花や野菜の品種を開発して販売する世界的企業です。何？創業100年以上、種への情熱すごすぎます。熱いわね、坂田の種。種と苗の気になる会社、坂田の種。三崎リオンです。毎週日曜日午前11時からはオッチオットミュージックシャンプー。日曜日のブランチタイム、音楽の魔法があなたの髪と心をシャンプーします。魔法のシャンプーのプレゼントもあります。オッチオットミュージックシャンプーは日曜日午前11時から。日本全国さまざまな場所にスポットを当て、普段気がつかなかった魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス編集長のホラン千秋です。皆さんにとって身近な地域からお気に入りの場所、そして一度は行ってみたい土地まで、
毎回さまざまな特派員をお招きして魅力的なローカル情報を素敵なドライブミュージックとともにたっぷりお届けしていきます。日常の中のちょっとした楽しみを私と一緒に探していきましょう。アポロステーションドライブディスカバリープレスは日曜お昼12時から。やっぱりビッグが一番でおなじみのビッグモーターにお任せください。6年連続買取台数日本一の実績で豪華買取に挑戦します。車を売るならビッグモーター。やっぱりビッグが一番、ビッグモーター。このままリン30周年記念初のオーケストラ公演が決定。東京 FM 公演ディーンプレミアムシンフォニックコンサート Wings to the Future 6月17日土曜日大宮ソニックシティ大ホール。お問い合わせはディスクガレージまで。ミュージカルはここから始まった。東京 FM 主催ブロードウェイミュージカルウエストサイドストーリー来日公演、7月5日から23日、東急シアターオーブ。詳しくはウエストサイドストーリーで検索。どうやら花や野菜の品種を開発して販売する世界的企業です。何？創業100年以上、種への情熱すごすぎます。熱いわね、坂田の種。種と苗の気になる会社。
三崎リオンです。毎週日曜日午前11時からはオッチオットミュージックシャンプー、日曜日のブランチタイム、音楽の魔法があなたの髪と心をシャンプーします。魔法のシャンプーのプレゼントもあります。オッチオットミュージックシャンプーは日曜日午前11時から。日本全国さまざまな場所にスポットを当て、普段気がつかなかった魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス、編集長のホラン千秋です。皆さんにとって身近な地域からお気に入りの場所、そして一度は行ってみたい土地まで、毎回さまざまな特派員をお招きして魅力的なローカル情報を素敵なドライブミュージックとともにたっぷりお届けしていきます。日常の中のちょっとした楽しみを私と一緒に探していきましょう。アポロステーションドライブディスカバリープレスは日曜お昼12時から。やっぱりビッグが一番で、おなじみのビッグモーターにお任せください。6年連続買取台数日本一の実績で豪華買取に挑戦します。車を売るならビッグモーター、やっぱりビッグが一番、ビッグモーター。このまま凛30周年記念初のオーケストラ公演が決定。東京 FM 公演ディーンプレミアムシンフォニックコンサート、ウィングストゥーザフューチャー、6月17日土曜日、大宮ソニックシティ大ホール。お問い合わせはディスクガレージまで。ミュージカルはここから始まった。東京 FM 主催ブロードウェイミュージカルウエストサイドストーリー来日公演、7月5日から23日、東急シアターオーブ。詳しくはウエストサイドストーリーで検索。坂田の種の情報は入手したか？どうやら花や野菜の品種を開発して販売する世界的企業です。何？創業100年以上、種への情熱すごすぎます。熱いわね、坂田の種。種と苗の気になる会社、坂田の種。三崎リオンです。毎週日曜日午前11時からはオッチオットミュージックシャンプー、日曜日のブランチタイム、音楽の魔法があなたの髪と心をシャンプーします。魔法のシャンプーのプレゼントもあります。オッチオットミュージックシャンプーは日曜日午前11時から。日本全国さまざまな場所にスポットを当て、普段気がつかなかった魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー、アポロステーションドライブディスカバリープレス、編集長のホラン千秋です。皆さんにとって身近な地域からお気に入りの場所、そして一度は行ってみたい土地まで、毎回さまざまな特派員をお招きして魅力的なローカル情報を素敵なドライブミュージックとともにたっぷりお届けしていきます。日常の中のちょっとした楽しみを私と一緒に探していきましょう。アポロステーションドライブディスカバリープレスは日曜お昼12時から。車を売りたいあなた、やっぱりビッグが一番で、おなじみのビッグモーターにお任せください。6年連続買取台数日本一の実績で豪華買取に挑戦します。車を売るならビッグモーター、やっぱりビッグが一番、ビッグモーター。このまま凛30周年記念初のオーケストラ公演が決定。東京 FM 公演ディーンプレミアムシンフォニックコンサート、ウィングストゥーザフューチャー、6月17日土曜日、大宮ソニックシティ大ホール。お問い合わせはディスクガレージまで。ミュージカルはここから始まった。東京 FM 主催ブロードウェイミュージカルウエストサイドストーリー来日公演、7月5日から23日、東急シアターオーブ。詳しくはウエストサイドストーリーで検索。